ます。おはようございます。すいません。みんなやらかしたね、今日は。ここ7時50分集合、私来たの8時10分、20分後じゃない。だから今、すんごいダッシュでして、もう頭何もやってない、もうこの状態で来て、ジャスト、抽選は間に合った。俺が一番悪い人かなって思ったらガットさんがマイク忘れた。だから今ガットさんの代理人が今ここに全速力で持ってきてる。で今多分これ回してるガットさん今超テンパってると。でも俺は自分がやらかしたところからさらにやらかした人がいたから今ちょっと逆に心が楽になってる。中に入ってさ、ほら無線が使えないとあれだからちょっと今日はスタートゆっくりめに やります。なので、抽選を受けるだけはこの外付けのマイクで大丈夫なんで、中入った後はちょっとしばらく休んでからやりましょう。はい、よし、すいません。たまにはこういう時もあるんだぜ。じゃあ抽選まで飛びましょう。はい、はい、これまあ終わったと言っていいと思うよ。ゆっくり行こう、はい、まったり行こう、はい、なんでか知ってる、勝ってるから。80歳以降の番号札をお持ちの方。朝起きてホテル出るまで、ごめん、1分って言ったけど、もった2分はかかった。名誉のために言っておきます、歯磨いたからちゃんと。それだけだ。終わり。間に合ってない俺が弱い。三脚も今忘れてたから、ね、三脚忘れました。俺今、ガットさんがテンパればテンパるほど俺は落ち着こうぜっていう、大体ね、お前がテンパってるそのいろんなところの横で大丈夫じゃん、落ち着けよって言ってるやつ、心の中で結構優越感感じてるからな。今の俺がまさにそれだ。閉じたーってやってた30分後にまさか、マスさん落ち着こう、大丈夫、ね、今は持ってきてくれるからさってフォローしてる側に回れるとは思わなかった。フォローする側っていうのは暗いでたら上だから、っていう風な、お前の昨日飲みながら大丈夫だよ、お前ならやれるよってくれたやつはお前のフォトを見下してるぞ。はい。今から、入場します、妖怪たち、今日は68話ですね。イーグルアール湘南大店さんで、中入った瞬間に多分音声が今日マイクしてない直撮りだから、消えると思うんで、マイクが届き次第また復帰します。まだここは声拾ってね、ここから先すごい癒しの音楽が始まるんで入ります。OK、無事マイクも届きましたので妖怪道中駅68話始まります。トラブルだらけで意外と楽しいで、多分入場の時の音声なかったから俺なんでゲッターに座ってるか多分みんな分かんないと思うけど、ゲッターが打ちたかった以上。ちょっとさ、やっぱ朝からノーマルって打ちにくいところあるじゃない、動画作ってると。ただ過去に俺ゲッター1回動画で打ってんのね。で意外とそんなに評判が悪くなかったから、もう一回ちょっと動画でいずれトライをしたかったので、そうこう考えてるうちにゲッターがほとんどなくなった。もうね設置少なくなっちゃったけれども、みんなゲッターがあんま面白くないと思ってる人もいるかもしれないけど、ゲッター結構面白いぞということを伝える回にします。待って、俺の番組大の話を全然しないじゃない。前回のだってモンハンなんてさ、カメラはもともとすごい知ってたけど忘れた、対して演者もともと対して知らない、そして忘れたっていうね。何の役にも立たないから、たまにはちょっと役に立つ番組やろう。一番簡単なのは冗談に場押しです。で、場押しからはまあ一番本当に簡単、オレンジが折れるとかリプ外れるとか、それは出たら言う。で、次に簡単なの7冗談、多分ここからは挟んだ方が楽で、ちょっとだけたまにアクセントで面白いのは下段の、ネズミビタビタだとこれが外れ終わりになるから、これもおいおい。だから俺今これずっとローテーションで回していくから、入ったら入った時になんで入ったかを言います。ちなみに俺ゲッターすげえ知ってるような人の話したけど、俺エンジョイ勢だから設定差とか全然知らないからね。ちなみにこれ今ビタできてない、ビタできてれば揃わないから。エンジョイ勢なものでちょっとマニアックなリーチ味は喋ってる課題もあって見逃すかもしれないから、アクロス詳しい人ね、何分何秒こいつリーチ味見落としてますってコメントに書いてください。
今4コマ滑ったね。しかもゲオーナーだしね。ゲオーナー、入った後は1枚分けしてネズミリプ7のとこ押して、7揃ったら7止まったらバケオは7ビッグで、ネズミ突っ込んできたらネズミビッグです。ほら今回バケ、今のは7上段か、7上段ビタってるとね、結構4コマからのリップ外れが多いので、でバケの場合は必ず今すぐ鳴るから逆押しをまず C のでバチン、ここをビタで、あとはもう15押しで1回だけで、何度ミスっても大丈夫だから、目押し自信なしでも気にしないで、分かりやすいか見やすいから、7が見づらいよって人はネズミ上段って思えば1回成功すればいいだけなんで簡単です。ただビッグの時はね、予告音がさ来ない時ほんと来ないじゃん、サンダーとかも。そうだからちょっとミスったら焦るってこともあるかもね、慌てると、ビッグは慌てることがあると思う。だからね、上段7はね、枠上に押しておいた方のがいろんな目が見られるかもしれない。4号機のゲッターすごい打ってたけど、4号機のゲッターライクな目は上段ビタってるとほぼ出ないんだよ。例えばこっからの、例えば上段にこの強いネズミとかのやつがほぼ出ない、4個も滑っちゃう。で、右はネズミは3匹いるけど、この上にリプレイついてるやつ、ジローさんっていうんだけど、ジローさんって言ったら多分違うジローさん出てくるから、ジローくんね出てくるから、これは激弱だから、すごいマニアックなところでしか活躍しません。一郎二郎三郎かっていうけど、どれが一郎でどれが二郎どれが三郎かはね、二郎しか俺覚えてない。とにかく当初は二郎が衝撃だった。このネズミは入んないネズミ、このネズミは入るネズミみたいな。ゲッターなんてね、技術的に介入的にはちょうどいいし、めっちゃ4個は滑ったね。やっぱね、やっぱかっこいいね、小ぶいで。覚えておいた方がいいのは、これダブル転倒で入った時にバケが落ちると設定差めちゃくちゃあります。バケチャンス、あ、ごめん、少々の見押し見せてた。今ガチの見押し見せてた。バケを期待せんがあまり、バこの辺に押してた。普通にやってください。まあ、ビッグです。で、ビッグも音が鳴るまでは待ちで、音が鳴ったら逆押しして左にリップのついてる7リップネズミね、7リップネズミをここにバチンと見倒してる。1回で OK。 このぐらいがちょうどいいよね、 BMAX やりすぎ。だから BMA って通常時すごい面白いんだけど、バケがまずだるすぎる、30代には辛すぎる。いや俺だって BMA のバケのビタなんてミスんないよ、全然ミスんないけど、面倒くさすぎるんだあれ。あ、でバケってただでさえテンションが下がるじゃない、テンションが下がったところにマイゲームビタしなきゃいけないから結構きついから。あれだね、サダンの C ぐらいだね、あれは。サダンの場合はもうできる前提で打つから、集中力、あと体力だね。あとここの中だね、最後の今出たけど大文字だから、小文字で葉月ちゃんが中言ったら上確定かな、5、6だよね確か。でゲッターって一枚役、まあ、スイカ一枚役なんだけど、スイカテンパってる時ってスイカ優先するのさ。で右でスイカ引き込めなかったりするとスリリになるじゃん。だから基本こいつの多分開発のコンセプトって技術介入度を下げるなんだよね。一枚役すらほぼこぼさないようにしてくれてるの。だから本当に目押しできない人でも全然打てるから打ってください。みんなが打てば、俺前も言ったけど、みんなが打てば増えるかもしれないでしょ。あと全国でゲッター入れてるお店は設定入れてくれ、頼むから。ゲッターとサンダーね、ゲッターとサンダー設定入んなきゃ地獄だぞ。そう、強だから技術介入、サンダーはね技術介入強くないんだけど、アクロス打ちが技術介入強そうに見せるんだよね。リーチ目これがうにゃららうにゃららって言ったりとかさ、昔はそれでも良かったけど、今ってそれやっちゃうとなんか、あ、それ知らないと恥ずかしいのかなとか思ってみんな打たないから、やんないで、あんまアクロス知ってる人は。さあこういう時にどこ押すのかなんでね、中押ししてみようか。でこれ即死するんだよね。でこれでスリリね、まあ即死がお好きな方は中押しとか。うん、なるほどね。
そっか、チェリー反応しにくい、確かにね。真ん中止まるのがさ、日常茶飯事というかさ、パパってやって右中段、まあ、これは外れたけど、いきなり斜めにテンパられても左反応できないもんね。あれだね、花々のスイカみたいなもんだね。うん、あーってなっちゃうよね。俺最もこぼすはまた4コマ滑るな、ね、ここ。はい、まあどえらい感じだけど、だ今日序盤だからまだ化けが欲しいよね、アビックだ。はい、218ゲームギリ持ちメダル。やばい、なんかちょっと今回スロット番組っぽくない？前回のあれとはもう180度違う内容ですね。うん、今回から入った人、この人スロッターじゃんって。あとあれだよ、設定さバカでかいのは、あのわお、また4コマ来たよこれ外れそうだね、ドドッ、外れたゴリゴリの目がしたね。今日これしか入ってなくない？うん、はい、またネズミ。だから俺ね、オカルトかもしれんけど、調子のいいゲッターはネズミいっぱい落ちるの。ただゲッターそもそもボーナスが軽いから、サガスさんでも1でも150切ってるでしょ。ボーナスだけだと絶対わからんのよねそこもちょっとどうなんだろう、良かったのかな、良かれと思ってやったんだろうけどさ、ビッグとバチがほぼ1対1で下がっていくっていうのが指針がないんだよね、打つ時の。そうね、だからジャグラーのあの配分って結構かみってるんじゃないかっていう、その化けを理由にして打てるじゃない。なんだろう、やっぱ花もそうだけど、打つ理由を作るのってすげえ大事だから、ゲッターの場合打つ理由がなかなかできにくい、エンジョイ以外で。そうそうそう、やっぱだからでもその結果サンダーだもんな、生まれたのが。サンダーもらってジャグラーバランスだもんね。正解わかんねえな、これもわかんねえな。で俺ね、これもわかんねえなって言われるとすげえホモって言われるんだよね俺別に陰夢中じゃねえから、極めた、シェイク2マスターフレッツテスのソフト買ったんだ俺。家の倉庫からスロットのゲームいっぱい入れてきた。あのプレステのなんかスロッターマニアみたいな、一番初めに出てきたのすごいよ、3機種搭載っつって、ブルーラグーン、ウンジャミ、派手な違い。ゲームだからノーマルなんだけど、なんか爆連モードみたいな、それが多分裏の仕様になってるので、ウンジャミもさ、ブルーラグーンも知ってる人は知ってるかもしれないけど、まあ、基本裏物だったの、世の中にある時は。ウンジャミ、あウンジャミ打ちてえな、ここにあの竜があの弾持ってるやつ、懐かしい、オキスロだったね、30杯の裏物です。で、ブルーラグーンも状態系、あっちは25杯だったけど、ブルーラグーンは俺一番好き、今までの告知って完全告知機で一番好きかも。何が起きても当たる、赤フラッシュするとか、クセラブつくとか、あのリールがバウンドするとかで、唯一入んないのが、あの停止ボタン押した時のドコーンって音が鳴るの、これは子役外れ。でも、押した瞬間に全部ドーンって衝動したりするから、もう告知が超ダサい。だからブルーラグーンは今出したら俺ちょっとウケるかもってちょっと思ってる、あの萌えキャラとかにしてね。ブルーラグーンはただメーカーがメーカーだっただけにさ、ハードが弱いのよこいつが。なのに山さばりのこのブルーンってもう反抗が戻るぐらいのバウンドするから、モーターが弱っちゃって、半年もなんもしないうちにもうリールがずれまくって、もうガタガタ。これとかさ、あのまっすぐじゃん、7それでまっすぐ取るでしょ。ブルーラグーンの場合7が777777とかで7取るとか、そのぐらいにはなる。でも楽しい、これがブルーラグーン俺今思いついた、プレゼント企画やろうかな、うちの倉庫から出てきたブルーラグーンとウンジャミのゲームまああのゲームだから裏仕様じゃないけど、その俺が言ってるそのブルーラグーン、ブルーラグーンっていうのを一度打ってみたい人用に。うん、わお、これはゲロワスですね、リップハズレですね。せい、これで2かくるって結構かっこよくね、これかっこいいね、これダブテンハズレが出るって、かー、これちょっと渋い、ボーナス軽いね、ビッグだね。そう、このボーナスの軽さで今のでダブルナビでバケ入れてきたらもう結構タコのぼれちゃうよね、うん、でこいつが使わなきゃいいのよ。あ、これこいつだ、
4コマ滑ってスイカ外れだし、予告矛盾してるし、中段オレンジ外れっていうね、この3要素。そろそろバスケ取るかな。あ、バスケだね。そこちょっと歩いて行ってきたんですね、雨降ってる中。あ、でも中段リブは多分こぼしてないと思う。多分入ってる。はい、バスケ。調子よくね。はい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 、決めに行こう。おほほほほほほほ、いや、バイヤーだね。これも1枚役なんでね。おー、しかもビッグアップだ。さすがにメダル入れます。やべえ、軽いところの騒ぎじゃないよ。こんなゲッターだったら俺毎日打つよ。ただアクロスの闇っていうのがあってさ、こういうグラフから急転直下するんだよね。合算100切ってたらいきなり表現するからね。でもその逆もあるじゃん。あ、でも花火バーサスとかかな、一番その波やばいの。あ、ごめん、今見た下段のネズミから中段のスリリの一枚役、これ確定一枚役です。ふふふふ、ドン6ゲーム、やべえ。あ、メミスあるね。てか俺今ね、多分これ入ってるわ。だよね、うん。今のやつってゲッター詳しい人で聞きたいんだけど、上段7ビタってる時ってジローが止まった時オレンジ外れな気がするの。1個目でも滑ったら多分ダメなんだけど、いかがでしょう。俺レールの制御見てないから分かんないけど、多分ね、今のリーチ目というよりはビタ停止によるオレンジ外れだった気がする。オレンジ外れな気がしてる。でも検証したいけど、リールの制御を本当に正確に分かってないから。こういうのノーマル楽しいんだよね。今のがそうリーチ目なんじゃないかっていうのをこの後こう試していくっていう作業すごい楽しい。で、今の目が出るまで今のところ押し続けるとかね。むしろ知らないところから覚えていくのがめちゃくちゃ楽しいからね。ノーマルは知らないから打たないっていうのは間違いだよ。あ、損するところだけはね、覚えた方がいい。今の役をしてみただよとか最低限知ってれば、あとはもう模索しながらやれば全然大丈夫。あとは設定いいのに座ることの方が大事だから。たまにいるんで、1でも俺は全然いいみたいな、1でもいい、俺はこの目が出ればなんかなんとかって、それちょっと大丈夫かって俺思うわ。俺1嫌だもん。ない、ノーマルで1でいいはない。よし、じゃあ狙ってみよう。で、今1コマ滑らせました。で、1コマ滑らせた時っていうのはジローはおそらく簡単に止まります。あ、やべ、止まるまでやってみよう。あー、そっか、上段に来ちゃうのかな。中段だとリーチ目なのかな。あー、ジローさんの方ね。俺序盤にジローさんって言ってたからさ、ジローで、ジロウじゃなくてね、ジローさんって言うとね、花火の人の話だから、花火の人じゃダメだ。でも良かったよね、あれネタにできてね。あ、やっぱそうだ、多分今ね、1コマ滑りの右ちょっと雑に押したけど、多分2コマ上とか多分この辺とかで出るのよ、外れで。で、一直線がダメ、多分ね、小部位はリーチ目だと思う。ゲッター知ってる人からしたら、おい、なんだよ、そんなことも知らないのかよ、にわかかよって思うかもしれないけど、言ってしまう、まあ俺もごめんね、にわかで、なんだけど、そういうことを言うのっていうのが、ゲッターを打つ人の数を減らすことだから、わかるかい。今、ちょうどタイミングよくジローさんの話出たけども、あれだから、花火でやらかしたって、やらかしてないけど、あれをもうマジみんなでフルボッコにしたじゃない。あれやるから、だからノーマル打つ人減るんだからね。ノーマル打つ人減ると、君らが好きなノーマルに設定が入らなくなるぞ、マジで。だからもう、ノーマル分かんない人はもう全員で介護してくっていうことをやっていかなきゃダメだと私は思います。誰だって最初はみんな知らないよ。だって俺なんてさ、初めて打った台がだって、まあ、何度も言ってたけど、パル工業のビガーっていう裏門なんですよ。チェリーレンなのね。で、スロットって俺チェリーが 2,3 回連打しなかったらビッグ来ないもんと思ったからね。
あれこの台チェリーが来てないのにビッグ入るなんでだとか言ってきた俺。であのパル工業さんと大東音響さんはまあもう伝説になったからね星になったから。あテクノ講師、テクノ講師はでもラスターになって、あラスターもないっけ今。テクノ講師も昔ねあの温泉天国とかねあった頃ね、あのホッパーごとがあってさ、でどういう内容かっていうとクレジットを振ります、こうやって振ります、じゃあ3枚入れます、まあ入れました、まあじゃあベルを当てるまで待とうか、まあでもたまたま続いてたけど、これでベルが落ちる瞬間にクレジットを生産する、こうやって押すとクレジット9増えながら9枚出てくるの。だからバイバイホッパーって俺ら呼んでたけど、だから通常時のベースが倍だし、ビッグ一発400枚出るから、ビッグ1回800枚出る。くだらない話をしてるね、やっぱ328いってるで、ちょっと、うん、今日最大幅にだね。でもやっぱノーマルってさ、知ってる人と並んで打つのが楽しいし、覚える一番の近道なんでね、あそれね、こうだよ、こうだよとかって言われながらやるのが意外と楽しい。でさっきの名前さ、これどうなんだっけって言ったときに、あそれ入ってる入ってる入ってるみたいなさ、なるほどねみたいな、あれ水耕かこれ、水耕臭いな、中南のネズミって確かこのどっちか外れだから。入ってました、綺麗ねこれね、ポッキーンってね、はい、おおビッグやった、嬉しい。これすいません今飛び込んじゃったんでごめんね、あのこの時点で威嚇です、あの下段ネズミビタしてるとネズミテンパった時点で威嚇ですって止まらなかったです。45ゲーム今ね、脳がテンパって威嚇に気づいた瞬間にもう押してた。おっそろそろこれで威嚇が欲しい、チーン、おお全然威嚇じゃないんだけど、あのこれなかったら、あちなみにね、上段7点はこのチェリーがついてない方の7だったら上段7点威嚇です、一応覚えててください、負けです。39ゲーム、サンキュー。こういう時に何、こういう時にこそ仲押しするんです。おお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 これマジであんじゃないかな、負けだ。134ゲーム、こういうの気づかないのよ、しれっとしれっとめっちゃ強いからこいつ、さらっと逃しそうなことで余裕で入ってます。まあとにかく今対角線 の、 あの二郎さん以外はめっちゃ強いです。でも4号機の時のノーマルだって別にそんな大量獲得とか出てくるまでは そこまでどえげついのなかったからね。おーたたたたたた、さあここでまず俺、私は右から行きます、素晴らしい、25ゲームすごいなこれ、この台でこれ化け落ちたら結構本当に落ちないね、来ないんだよな、すごいね、やっぱノーマル打ってると台がいきなり主張してこないからいろんな話ができるね。で今日序盤はほら俺はちょっとノーマルの回って喋りすぎるから編集が後ですごいしんどかった、俺前のミルキーマーチの時とか編集してたからさ、いっぱい喋んないって言ってたけど今日に乗ってくるといっぱい喋っちゃうんだよね。でも俺未だに一番ビッグの曲で好きなのはヴィーナスライン、あ、ヴィーナスセブン、ヴィーナスラインとどっちもいいや、ヴィーナスの曲かっこいいぞ、1位が、ヴィーナス、2位が、ナイツのノーマルビッグで、3位が神々の祭典、多分曲流せると思うから こんな曲です。あ、南国もいいね、だ俺やっぱ一番好きなのは島娘だね、あの4号機のストックだね、あれの設定ごとが死ねるからね、
俺生まれて唯一やった禁煙、本当に禁煙したの。ある日突然なんか別になんか周りに流されたわけでもなく健康志向とかでもなんか別にいいかなみたいな感じになってやめたの。タバコを3ヶ月かで、あ、別にタバコなんかいらねえかなって思って時に打った島娘、初一で8000円までたのね。気持ちよすぎてお姉さん、あの、丸めんっつってプッカーやってうめえってなって、そっから禁煙終わった。なんか俺の感じるさ、アクロスの波で今悪い方に向いてるこのアッパーグラフがこうなってきた時の この辺りで、ここからコーンっていくから、なんか1個でもね強い要素があればいいんだけど、オナガスさんしかないんだよね今あれ424だぞ今序盤のあのアホみたいな連打はどこに行ったのか。言った通りだった、本当にもうあまりにも言った通りになるから、そういうオカルトを信じちゃう人が本当にそれで怖いんだよね。お前のせいでなんか波読んでやめたら高設定で後のやつにカモフラられてすげえ出されたじゃねえかとかって責任なせつけられそうだよね。本当に突然来たなこのハマり、しかももうそろそろ設定1の確率に落ち着いてくるっていうだから、でも誰が予想してたかって思うけど、俺ちょっと予想してた。多分アクロスの中間から下をよく打ってる人の勘だよね。ちょっと待てよ、はい、いやこれはね、今右でスイカを蹴ってたから、スイカの、あ、やっぱ入った、ごめん入ってた、このだいぶ前に入ってた、多分中段オレンジ揃ってたもん。中段オレンジ弾いてるときになんか俺別のこと考えてたから、ビッグ、これ反撃のチャンスで、あのごめんなさい、あのだいぶ前に俺今喋ってて見落としたけど、中段のオレンジ1名ですから、で今多分もしこの子が動画で使われてたら、中段オレンジを見逃したあたりにそのアクロス氏の性格が出てたから、うわこいつ見落として突っ込んだろと思った瞬間にフォローしたから、うわっとみたいな。まさか外れると思わなかった、今来たね。ただ今赤なら重くそ蹴ったね今、おほほほ、これ回復するパターンだよ、ここでも。まあ、一回チェリーオアが出るまで打とうかな。あれ入ってない、入ってるよね、入ってるよ、うん、チェリーオアが出る前に入ってしまうというね。普段中押し全然しないから反応できなかったの、これって出ないよなと思って。100超えたな、ない215、スドラが飲まれたのでプラッテという年にやめます。あれ、見ました、これか、結局ここでガゴって一回下がってるからここになってるけどね。合算136だから、まあ、ボーナスだけ見るんであれば3と4の間、まさに、まあ、遊べる感じよね、うん、遊べました。なので今回のドッジ抜き68話は遊んだかいと、なんとなくいいんだろうなっていうところから、まずモンハン今4箱ね、まあ、これ箱でかいから、でここね俺何気にいつも転生が出てる、多分過去 あのイーグル R 湘南台で映してる時は多分大抵北とか出てるのよ。なんかあんのかなって勘ぐってはいるんだけど、だってこっちのままめっちゃ持ってるんだよね。筋肉マンが出てますね、今2000兆かな、1回3000兆まで下がった感じだよね。ご安心ください、多分大正解島をもうすでに見つけたんで多分誰が見ても分かる。これ角から順番に行ってみましょうか、ここに今当たってるけど、これ角に外線、角に外線、角さんで、これ今出やめしてます、4000枚で出やめしてます。これ何、何本かあるの、これ何本かわかんない、でこれぶち抜きで、これちょいプラなんだよ、実はこれはハーですか、おっ振りついたの、あ今まさに振りついてた
おめでとうございます。4箱、7箱、4箱、5とです。でもこっから島をこう眺めてみると、あのバジの ダメな感と右のゴッドのヤバさが多分一番わかる。ゴッドヤバい。なんかさ、マイナスの台そんなないよね。まあ、だから唯一今日の座って大失敗したなと思ったとしたら多分絆だね。ああ、いいね。この傾向いいよ。俺この傾向好きだね。まあ、わかりやすかったのはゴッドですね。こういう日にゴッド座りたいですね。でも、ネズミが楽しかったんで流しましょうか。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。実戦終わりましたけれども、いきなりこんな感じに変わったからびっくりしたでしょ。俺もびっくりした。あの、なぜかというと、まあ、実は今日もうすでに3月28日なんですね。これ撮ったのが1月ですね。あの、なんですけど、ガトさん、あの日朝からすごいテンパってたから、あの、なんとね、俺妖怪の下りを喋ってるところが丸ごと録画ボタンを押してなかったっていうね、あの、ことがありまして、まず収支の報告から、もうだいぶ懐かしい話なんです、僕が。収支の報告からすると、投資が150枚ですね、軽かったですね、あの日ね。そうだと思いましたね。で、あの、回収921枚なので、771枚ですね。M771 みたいな台が昔ありましたけれども、そんな収支となりました。ということで、第、この時は68話ですかね、の妖怪、どうしようかな、石神天杯にしてください。赤坂さんっぽくていいでしょ。本編の、ゲッターとは何の関係もございません。申し訳ございません。ということで、あの、初めての事故だね、録画事故。はい、うん、なので今後とも、あの、ワンゲーム TV たまに事故ると思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録ね。ガットさん、最近新しい番組が始まりましたね。班長、はい、収録、あ、でもまだ班長はいい、あ、言ってない、そう、まだ言って新番組だけです。じゃあ、P 入れてください。新しいガットさんの番組収録がやっと終わりました。なので、まあ、まだ編集は出来上がってないけど、楽しみにしてますんで、あの、ガットさんの新番組もよろしくお願いします。なんでその妙に謝罪動画っぽくあるの。さよなら。さよなら。島君よろしくお願いします。ちょっと聞いてますよね、ダメージ。